1976年の国際連合事務総長の選出は、クルト・バルトハイムの1期目の任期の終わりである1976年に行われた。中国が事務総長は第三世界出身者であるべきだと主張して、バルトハイムに対し象徴的な拒否権を行使した後、投票により、ルイス・エチェベリアを破ってバルトハイムが当選した。安全保障理事会は、 1977年1月1日から5年間の任期でクルトバルトハイムを事務総長に再選した。事務総長の選出を規定する正式な規則はほぼ存在しない。唯一の指針となる文言である国際連合憲章第97条には事務総長は安全保障理事会の勧告に基づいて総会が任命する。とだけ記されている。 これは最低限の規定であり、プロセスの詳細は、手続き規則や監修によって保管されてきた。事務総長候補の勧告は安全保障理事会しか行えないため、常任理事国後各国は、事務総長の選出に際して拒否権を行使できる。クルトバルトハイムの一期目の任期終了が近づくと、中国は、第三世界のいくつかの国に対抗となる候補者の推薦を求めた。中国は、 加盟国の大半を第三世界の国が占める国連をヨーロッパ人が率いることに不満を持っていた。6人の候補者が興味を示したが、いずれもバルトハイムを破ることはできなかった。1976年10月11日、クルトバルトハイムは再選を目指して出馬を表明した。1971年の選出では常任理事国参加国から反対された。 バルトハイムだったが、1976年の時点では、アメリカとソ連の指示を得ていた。ある、アジアの外交官は、大国は皆、言われたことを忠実に実行し、自分がイエス・キリストだとは思っていない、無職透明な管理者を求めていると説明した。安全保障理事会は、バルトハイムが無投票で当選すると予想して、早期投票の準備を進めた。しかし、 中国をはじめとする第三世界の国々からの要請で他の候補者が名乗りを上げる機会を得るために投票を12月に延期した。ただし中国の共感加害省はバルトハイムの再選を妨げないと表明した。バルトハイムはアフリカ統一機構からも支持を受けていた。10月18日、任期終了を前にしたメキシコ大統領ルイス・エチャベリアが 事務総長への立候補を表明した。エチェベリアは就任1年目から米国を批判し、第三世界のリーダーの一人として振る舞い、62カ国との外交関係を樹立して、メキシコの外交プレゼンスを高めた。エチェベリアは任期終了まで公の場で高い評価を受け続け、公認に指名したホセロペス・ポルティオに後を譲った。後に国連事務総長になるために、 大統領在任中に、第三世界の支援を求めていたのではないかと、批評家から皮肉られた。11月15日、総会議長のハミルトン・シャーリー・アメラ・シンゲは、安全保障理事会が、全会一致で投票するならば、事務総長を務める意思があると発表した。これは、バルトハイムとエチェベリアの間で安保理が、こ着状態に陥った場合の妥協案として候補に挙げられたものである。 12月7日、安全保障理事会が開催され、事務総長の推薦に関する投票が行われた。第一回投票では、バルトハイムがエチェベリアを圧倒したが、中国はエチェベリアに投票し、第三世界の候補者を支持するとして、バルトハイムに対して象徴的な拒否権を行使した。ソ連はエチェベリアに反対票を投じ、他の常任理事国3カ国は棄権した。 アンポリは直ちに第2回投票を行った。中国は拒否権を行使せずにバルトハイムに投票し、14から0から1でバルトハイムの勝利となった。エチェベリアの賛成票は3秒にとどまった。その結果、1977年1月1日から5年間の任期でクルトバルトハイムが事務総長に就任した。ありがとうございます。